人目の看板娘さん、じゃあどうぞ。はい、じゃあちょっと聞きたいと思います。はい、どこのお店？はい、アンシャンテ。アンシャンテさんでした。はい、はい、お名前は？大川と関です。はい、大川さんと関さん、はい、アンシャンテ、はい、お店ですね。はい、何ですかそのうちは？今日暑いのでよろしければどうぞ。はい、でぜひ審査員の皆さんにも、はい、じゃあ。はい、審査員の皆さん下にいますから、ワイロです、ワイロです、暑いから内輪のワイロが来ております。はい、私は何も見ておりません。はい、何も見ておりません。はいはいはい、はい、じゃあ戻ってきてる。じゃあアピールタイムの方、時間もあんまりないということで、はい、アピールタイムの方よろしくお願いします。はいはい、アンシャンテとは、ブライダルの複合施設になっておりまして、チャペル挙式はもちろん、あとは神社挙式、あとはウェディングパーティープランの方も行っております。あとはおの写真館を母体にしておりますので、お写真にすごい自信があります。なのでフォトウェディングというウェディングも行っておりまして、こう結婚式を挙げない方がお写真だけでこう結婚式を挙げられたりですとか、あとはお式でどうしても時間がなくて和装が着れなかった方が和装を前撮りできたりですとか、そういったプラン等もございます。あとはブランシェというドレスショップも併設しておりまして、こちらでドレスのレンタルとか、あとはですねエステサロンもございますので、本格的なブライダルエステ、あとは一般の方にもエステ楽しんでいただくことができます。あとは引き出物等もご用意しておりますので、ブライダルお二人をトータル的にサポートできる施設になっております。で、場所の方なんですが、東大島の陸橋を渡っていただいて、まっすぐ行っていただくと Y 字路になるんですが、その、左手にあります。で、茶色のアイボリーの建物になっておりますので、で定休日が火曜日いただいておりまして、営業の時間の方が朝の10時から夜の7時まで営業しておりますので、皆さんお気軽に遊びに来てください。はい、ありがとうございました。素晴らしいですね。ちょっとびっくりしました。はい、で今ちょっと待ってないと暑かったんで、これうちはこうやりながら見てたんですけど、なんかこう書いてありますね、なんかイベントがあるみたいですね。はい、大きなイベントが8月の28日土曜日、29日日曜日、31日、こちら平日で通常は定休日になるんですが、こう美容師さんとか私たちみたいな仕事の方ってなかなか平日しか来れないので、平日も開催させていただきます。でドレスのファッションショーはもちろん、フォトウェディングのデモンストレーション等もできますので、すごいお式を検討してなかった方でもこう実際に見ていただけると、こう実感がより一層湧くと思いますので、ぜひ時間があればお越しいただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、あとさっきちょっと言ってたロケーションフォト、はい、ロケーションフォトって何ですか？はい、ロケーションフォトというものもアンシャンテ行っておりまして、アンシャンテだけの撮影ではなくて、海浜公園とか、あとは海とかにロケーションに行って撮影をしていただくこともできます。あとは最近すごく流行っているのが、おばあちゃん家ロケといいまして、こうおばあちゃん家に行って当日ちょっと足が悪くて来られないおばあちゃんとか、あとはどうしても見せてあげたいっていう方がおばあちゃん家に行って、こう結婚式ではないんですがすごい素敵な時間を過ごせることができますので、今大変人気が出ております。はい、ありがとうございます。はい、じゃあですね、はい、じゃあちょっとせっかく来てもらって、はい、ね、宣伝もしたんですけど、せっかくですからお客さんもなんかね、なんか特典みたいなのがあるといいなぁなんて思うと思う。なんか特典みたいなことって考えてくれたかな。はいはい、じゃあ特典の説明をお願いします。はい、アンシャンテでフォトウェディングをしていただいた方、ご利用いただいた方、お写真の方1枚無料でプレゼントになります。はい、ありがとうございます。聞きました、フォト結婚式ね、ですからもう結婚した方も写真撮りに行けますから ね、ぜひ来ていただければ写真が1枚無料になりますんで、ぜひ行ってみてください。じゃあアンシャンテのよいしょ、ごめんなさい、はい、大川さんと関さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次、続きまして次の看板娘さんお願いします。